皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回の動画は皆さん大好き比較動画でございます。うわーどん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 パフパフパフ、私の右手に持っているこちらのギターはレモンドロップのレスポールタイプのギターでございまして、なんとなく察しはついているかと思うんですが、フォトジェニックという激安ブランドのギターです。新品定価が確か1万5000円ぐらいだった。で、その実際お店で買おうとすると倍価としては1万1000とか1万2000とかそのぐらいだったんですけども、ちょっとまあ20年近く前だから忘れちゃったんですけども、まあ1万円ちょっとで買える安物ギターという感じです。で、それに対して私が左手に持っているこちらのギターは本家のギブソン様でございますよ。ギブソン様のレスポールスタンダードでございます。普通に買おうとするとお店では20万半ばとかしてしまうような、もう超高級ギターでございます。なんとなく差しはついていると思うんですが、今回のこの動画の中ではこの2本の動画をですね、バババッと比較して音を鳴らしていきますので、ぜひその音の違いを体感していただければ幸いでございます。で、ちょっとネタっぽくね、それぞれこのどっちの音でしょうなんてのもやってみようかなと思っております。それぞれクリーントーンのアルペジオ、そしてクリーントーンのカッティングで、クランチにした時の音とガッツリ歪ました時の音、4種類の音をガーッと聞き比べていただこうと思いますので、ぜひともコメントとかチャットとかでこっちからあっちからみたいな感じでワイワイ盛り上がっていただければ幸いでございます。それでは早速弾き比べ参りましょう。どうぞ。
でいろんな音を弾き比べしてみましたけども、いかがだったでしょうか。4問中何問正解したとか、何問不正解だった、間違えたみたいなことをですね、チャットとかコメントとかにしていただくとより一層面白いかと思いますので、皆様の結果をぜひお気軽にコメントをしてください。僕に教えてください。で、当然ながらここで間違えてしまったからといって、俺の耳雑魚よみたいな感じで凹む必要は全くありませんので、ご安心してくださいませ。やっぱりこうエレキギターに対するある程度の知識とか、レスポールに対するある程度の知識とかがないと4問全問正解はね、結構厳しいと思います。特に一番難しいのはね、アルペジオ、クリーントーンのアルペジオが正直ね結構難しい。本当にもうエレキギター、レスポールに詳しくないと、ある程度聴き比べてなんか耳が肥えてないと結構厳しいと思います。まあちょっとね、それぞれの音をねベラベラと喋りながら、もう一回弾いてみますので、よかったらお付き合いくださいませ。とりあえずまたクリーントーンのアルペジオから言ってみたいんですけれども、この全体のふくよかさっつうんですかね、ファットさっつうんですかね、柔らかさっつうんですかね、温かみっつうんですかね、倍音っていう言い方をするんですけども、なんかこうね、全体のね密感みたいなのがですね、なんかこの密度みたいなのがですね違うんですよ。ちょっと聞いてみてください。こっちの方がねちょっと薄っぺらい音が、するはずです。聞いてみましょう。いかがでしょう。まあまあ普通のちょっとこのね、レスポールっぽい感じの結構ゴム太な感じですよね。結構それっぽいとしてますよね。これ普通にフォトジェニックすげえって感じなんですけど、これはフォトジェニックのね、ちょっとこの個体のポテンシャルがね結構高い。ではそれに対してちょっとこちらも行ってみましょうか。こんな感じ。なんかこうね、その全体的にこのブライトな感じというか、なんていうか、すごいこのファットな感じっていうんですかね、なんかこう音がなんかこう広がってる感じっていうんですか、なんかそのような感じがしませんでしょうか。でもね、ここね、これだけをね、その2つバッと聞いて、さあどっちって言われたらちょっとむずいと思います。なんかこう何とも言えない、なんかどっちもいい要素があるから、うーんみたいなところはちょっと正直あると思います。でもカッティングぐらいになってくるとね、ちょっとね話は変わってくると思うんだ。ちょっともう一回カッティングやってみましょうか。このフロントにして、これでカッティングをしてみましょう。この音の粒立ちとか、その立ち上がりの速さとか、そのね、ガッツ感みたいな、なんかこの食いかかるバイト感みたいなのが、カッティングだとピッキングがやっぱ強くなるんで、こっちのギターよりもこっちの方が強くガッツがあるように聞こえると思います。行きましょう。感じの音、まあなんか普通にもういい音だなって感じですよね。なんかザ・レスポールのフロントって感じが、します。ですで、それに対してこのフォトジェニックさんはどうなるかというと、ちょっとこの一つ一つの音の硬さみたいなのがですね、ちょっと欠ける感じになりやす、フロントにしていってみましょう。前回ボリューム、スタンダードの方がなんかこのブライトさっていうんですかね、なんかそういったものが出てくるかと思います。特にこのピッキングをした瞬間の音ですよね、この音が結構そのね、あのこっちの方がゴム太というか、なんというかそんな感じがすると思うんですけど、いかがでしょうか。なんかもうでもこのギターもなかなかね、このねふくよかさ、ファットさに関してはね、なかなか頑張ってると思うんです。だからねすごい分かりづらい。ちょっとクリーントーンも、クリーントーンにはクランチも少し行ってみましょうか。ちょっとこのまま軽く、ドライブスイッチを入れて歪ませていきましょう。
はね結構ね如実に分かると思います。でこっちのレスポールの方、レスポールタイプの方がなんかね音がね薄っぺらい、なんかねのっぺりしてる感じ、歪むとね結構如実に分かる。ちょっとお聞きください。まあ、これも結構頑張ってんだけどね、なかなかいい音しちゃってるんだけれども、ちょっと本家行ってみましょう。どんな感じがするかしら。これ結構わかりやすいと思います。リアにして、前回にして、でそれ行きますこの枯れ具合みたいなのもあったりとかして、でこのレスポールを貸してくださった方はなんかそのバイト感とかってなんか言葉を使っていらっしゃったんですけども、確かになんか粘りつくというか、なんか食らいつくような感じのなんかそのバイト感っていうのがなんか出てくるような感じがします。でそのバイト感っていうのがその何なのかちょっと僕はちょっと分かんないんですけども、なんかイメージとしてね、これをねがっつり歪ませた時のなんかその雰囲気がなんか、ね、僕はそのバイト感あふれる感じがします。ですちょっと行ってみましょうか。こっち歪みを全開にして、いきます。レスポールスタンダードの方だと、こんな感じの音、普通にかっこいい音ですね。普通にかっこいい音です。ナチュラルにいい音。ナチュラルにいい音って感じです。で、これを、レスポールタイプのフォトジェニックに行ってみますと、どんな感じになるかやら。感じ。まあ正直単品で聞くと、このギター単品で聞くとなんかお結構頑張ってんじゃんって感じがするんですけども、聞き比べちゃうとやっぱこっちの方が全然かっこいいっすよね。なんかこの歪ませれば歪ませるほど進化が問われるみたいなところがあると思うんですけども、そんな雰囲気があるかと思います。なんとなく違いが分かっていただけましたでしょうか。もう一回動画最初に戻して聞き比べた時に、さあ皆さん全問正解できるでしょうかっていうところもちょっとあるんですけども、もしお時間があったらまた動画を最初から巻き戻して、全問もう一回トライしてみてくださいませ。というわけであれこれ弾き比べをしてみましたけども、いかがだったでしょうか。動画を楽しんでいただきましたら、ぜひですねコメントの方になんか面白かったみたいな感じのご意見を書いていただければ幸いでございます。そして今回はですね、こちらギブソンのレスポールスタンダード、いつも動画をご覧いただいている視聴者の CR さんという方に、お借りしたんですけれども、 CR さん本当にありがとうございます。こんなに貴重なギターをねなんかお借りしちゃって、なんか大変に申し訳ない感じなんですけども、おかげさまですごい楽しく動画を作ることができました。 CR さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆様よければ、ギブソンのレスポールスタンダード、ね、検討してみていただければ幸いでございます。すごいやっぱいいギターでございますよ。まあちょっとね、僕は、個人的にあんまりこのギブソンと縁がなかったんでね、今までギブソン一回も買ったことがないんですけれども、だから動画でもね、全然使ったことがないから、いつも動画をご覧いただいている視聴者の方にとっては、あれ、滝沢さんがレスポール使ってんぞ、おいおいおいってなったと思うんですが、借り物でした、テヘペローみたいな感じでございます。僕がね、その唯一持ってるレスポールタイプのギターがまあこれなんですよ。どっかでね、なんかね、動画でね、チラッと映ってて、結構いろんな人がね、そのレスポールある、レスポールって反応してたのをなんとなく覚えてるんですけども、レスポールもどきです。レスポールではない。レスポールもどきでございます。これね、20年近く前だと思うんですよ。18とか19とかそのぐらいの時期だったと思います。まあ、前に僕がね働いてたそのアフタービートっていう楽器屋さんがあって、その楽器屋さん、アフタービートができる前に、その鈴木楽器店っていうねお店があったんだ。で、そこがなくなっ
で、そこの店長さんがアフタービートっていうのがね、あのお店を立ち上げるみたいな感じになったんですけれども、その鈴木楽器がね、あの閉店するうんたらかんたらで、なんかね、セールみたいなのがね、始まってた頃に買ったような気がするんだ。だからね、多分1万円しないと思うんだよね。なんか安くしてくれたから。多分もともとは1万1000円とか1万2000円だったんだけども、なんか1万円しないぐらいって言ってくれたから、あ、じゃあ買いますみたいな感じで買ったような覚えがあります。この頃のフォトジェニック。このロゴ懐かしいっすよね。いつからかなんかね、ちょっとロゴが変わっちゃって。なんか僕、こっちのロゴの方が絶対かっこいいと思うんだけどな。でもね、あの、前にさ、ほら、ストラトタイプのギターでもさ、あの、比較動画作ったけども、意外とね、この頃のフォトジェニックってね、なんかね、ちょいちょいね、いい答えがあるんですよ。だからね、逆に困っちゃうんだ。ダメな答えは全然ダメなんだけど、このロゴのフォトジェニックの答えで、なんか意外とね、あれ、これ、割と、みたいなね、意外とあるんですよ。まあもちろん、こんなに、ドストライクじゃないよ。その1万円にしては俺割とっていう意味だよ。全然あの、もうこれもう全て一生使えるというわけじゃないよ。単純に1万円としては、これすげえなーみたいな。大体がまあ1万円そうですね。みたいな感じなんだけど、たまに当たりの機種があるんですよ。これもね、若干ね、当たり。若干当たってる。ちょっと聞き比べていただいたときにさ、意外とこれも悪くねえなんていう瞬間あったと思うんですよ。ちょっとね、このフォトジェニックね、当たり。重さも一丁前に 4.9 キロなんですよ。すげえ重いんだ、これマジで。なんでそんなにこだわって作ってるのか全然わかんないですけれども、あの本当そんなフォトジェニックの答えでございますよ。なかなか面白いもんですよね。でもこのロゴが変わってからはね、このなんか筆記体みたいなロゴじゃなくなってからのレスポールタイプのギター、ストラトタイプのギター、まあつまりそのフォトジェニックですね。フォトジェニックは軒並み値段相応、もしくは値段以下だったりとかするんですけども、なんか結構これはね、レジェンドな時期でございます。仕上げもすごい綺麗に仕上げてるし、フレットとかネックとかもすごいいい感じに仕上げてあって、なんかすごい気合入ってる頃ですね。これはね、マジで。そんな感じでございます。まあ、なかなかね、こっちのフォトジェニックは見かける機会はないと思うんですけども、こっちのレスポールスタンダードに関してはですね、結構いろんな楽器屋さんでお見かけすることありますので、そういう思想の参考にもしていただければ幸いでございます。それでは今回も動画が長くなりましたけれども、最後までご視聴ありがとうございました。何かご感想、リクエストありましたら、お気軽にコメント、していただければ幸いでございます。それでは、グッバイの前に、私、滝沢勝成、Twitter などやっております。TAKAJAWA、滝沢という名前で Twitter やってるんですけれども、もしよければフォローいただいて、何かご感想とかあれば、お気軽にパルッとリプライをしてみてください。僕も隙間時間に、こう、リプライみたいなことをしたりとかしているので、なんか、カーッと適当に、なんかお気軽に話しかけていただきますと、僕としてはすごく嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、グッバイ。